どんな感じになってんだろうね、プライベートマッチ。ちょっと見てみまーす。フェス、え？フェスゾーンなくない？あ！発見した！ここにあったのか。ルールにあったのか。すごい！バッテラーストリートとか夜もあるんだ。てか夜バージョンもあるんだ。すげえ！すげえ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 。やってみる。わ、本当にできる。本当に。本当に自分のプライベートマッチできるんだけど。マジか。すげえな、スプラトゥーン。これ、大型アップデートじゃないの？結構早かったけど。ダウンロード結構早かったけど、これ、大型アップデートじゃないのか。いやさ、このステージをさ、一人じゃなくてさ、味方とか仲間、相手と散歩ができるのがすごい。もう絶対できないと思ってたステージだから。しかも、ここフェスでやってないしな、俺。寝てたから。これやってる時間帯確か寝てたからね。フェスでやってないんだよ、バーの一族。すげえ。あ、懐かしい。俺、ここバリアブルローラーでめちゃくちゃ無双したわ。覚えてるわ。うわ、なんかいる。なんかいる。味方とできるのすごいな。ついにミステリーゾーンができるよ。すげえ、なんかまったりできる。銭湯に使ってるぐらいまったりできる。デボン観光。せっかくなので、新しいデボン会議を見に来ました。てか、ちょっとスッキリしてるよね。好みになってんじゃん、あの手前のところ。どうなったんだ？どう変わったんだ？ここは普通か？あ、坂なんてついてたっけ？あ、ついてたな。ここは普通だね。ここだ、変わったところ。ここや。花見になってるのか。確かにここちょっとさ、チャージャーとか立ってるとめんどくさかったもんね。で？ここは変わってないか。レールがない。レールがない。あ、レールがない。スポンジになってる。ここレールだったのにスポンジになってた。なくなっちゃったんだ、レール。あ、ここ広くなってない？ちょっと、広場。広くなってるね。飛び箱のところ。ここに変なイカいたわ。そういえばここで変なイカ見たわ。低くない？低くなってない？そういえば。なんか低いよね。狭くなったというか低くなったよ、これ。ちっちゃくなったね。てか、下見やすくなってる、あと。もっと曇ってたのに。地面もっと曇ってたのに。見やすくなってて、下のイカ見えるよ。網越しから下のイカ見えるよ。